残念。すみません。10人見学一人。店で乗っていただくお値が17,000円。青の旗の2,000目、はい、で1から11貸し切り10見学日イケスは A です、はい、おはようございます。今回も釣り堀奇襲です。潮は満潮12時12分、干潮6時4分、小潮で、天候は晴れ、A イケスの貸し切りです。動画の最後にレンタル品の有効利用を説明しています。参考にしてみてください。500円分。はい。はい。はい、ありがとう。はい。後ろにアジでもいいねんな。調整できるから、うん、入れるでもでかタイ入りますよ。はい、タイ入りました。はい、タイ行きますよ。はい、足まずかなこれ。
よいしょ、ありがとう、ごめん、ありがとう。今飛び出てきた。ありがとう。ここ下から1メートルで白さビッて引いた時に来た。真ん中かもしれん、意外と真ん中で合わせて下から行く。手前で1メートルやからもうちょっと真ん中やったら。でもそのままってことや。うん、こちらは完全予約制となっております。後ほどスタッフが予約確認に回ってきますので、ご希望のお客様は必ずご予約をお願いいたします。すごい来てはる今。あかん、1.5 ぐらいかな。切れちゃった。美味しいんです、そこが。なんか渋いね、やっぱり外れたりしようね。だいぶ食い浅いんで、先輩曰くめっちゃ待つ感じです。めっちゃ待つ感じやっぱり。お酢合わせで。はいはい。お客さんによっては早合わせの方がいいって方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ本当場合によりけりなんで。餌何が当たってます？餌最近はシラサとシラサ、シラサエビとササミです。あ、ササミがやっぱいい。シラサエビが本当よう当たってて、いろんな魚種釣れてます。あ、ヒラマサ。水温下がってきたんで、ササミがいいらしいんで、ササミでヒラヒラ落としていただいて。青音今日どうです？最初そうです、白さか味があれば味使っていただいて、うん、それで無理やったらカツオシニエサ系で、シニエサ系ね、池江さん無理やったらシニエサで誘っていただいて、うんうん、基本速攻の方で釣れてるんですけど、割とそこでダメになる時あるんで、でちょっと上げると釣れることあるんで、最初はそこで。寒いんですかね、うん、そう、お写真撮らせてる方は大体そこの方
そこの方ですか、うん、6キロ、あ、6キロ、そこギリギリ行けているよね、うん、餌はそ そうですね、ササミシラサ、ササミシラサ、イケチ、よし、みんなで一斉に入った。あ、違う、引っかかってるだけですね。あ、入ってます。青です。青です。あ、こっち父さん、あ、これは目白かな。目白ですね。カンパチが良かったな。はい。はい。もう一回。あ、走っちゃった。よし、行けた。はい、ありがとうございます。でかお、でかいでかい、ありがとうございます。放流しそうな私。大丈夫？よいしょ。どこでも頑張らなんで。頑張るって、待っとくんでしょ？味、元気な味。元気な味って。元気な味？どれが元気や？わかんない。これか。あ、これでいこうか。最後の逆転、一発逆転ホームラン。Okay.
くか。はい、もうこれでやろう。もうこれで片付けて帰ろう。まとめ、今回の釣り堀奇襲は、餌、タイは、ささみ、団子、シラサ、シマアジは、シラサ、マダイイエロー、メジロは、イキアジ、キビナゴ、カンパチは、イキアジ、ヒラマサは、イキアジ、でした。本日の釣果、タイ33匹、シマアジ7匹、カンパチ1匹、メジロ4匹です。基本的にはバリエーション揃えてますんで、いろんな餌があるとやっぱりその時その時で当たり餌って変わったりするので、それに合わせて餌をピックアップできるんで、場合によってはこう団子いっぱい持ってきて、実は今日はエビが当たりの日やったとかなった時に、この餌セットがあるとエビとかもカツオとかいろんなバリエーション入ってますんで、それに合わせて使うことができるっていうメリットがありますね。普段釣りとかされない方で道具とかあまり持てない人とかでも、浮かせセットしていただくとリストバンドに来てくるんですけど、それに発泡スロールと氷もついてますんで、もう本当に手ぶらで来ていただいて、その場で道具一式レンタルっていう形でできますんで、荷物が少なくなるっていうメリットもある。慣れてる人とかでも道具持ってくるのがめんどくさいからっていう理由でこういうお任せセットを借りられる方もいてます。これだと棚も合わせてますんで、でもし何か仕掛けにトラブルとかがあった際とかでも、もうその竿を持ってきていただければ新しい竿に交換とかもできますんで、もうやっぱり釣り場でこう仕掛けのトラブルがあってそれを直してっていう、時間もったいないじゃないですか。 それが貸し竿だったらちょっとまあリールの巻き心地がおかしかったりとか、あとは糸が切れてしまったとかなって場合でも、小屋のところのスタッフのところまで持ってきていただければ新しい竿に交換できますので、そういった無駄な時間もなくせるというメリットがあります。4本入りのやつを販売しております。それぞれ400円になってるんですけれども、ちょっとね今全国的にハリスが少ないっていうので、僕ら注文したやつも全然届いてなかったりとかで、ちょっと本数が変わってしまったりすることはあるんですけど、今のところは4本入りで、400円で、号数も何個かは取り揃えております。シザオのメリットとしてはやっぱりスタッフが回ってる時に釣れてない方で貸し竿の人とかだと割とすぐ気づいて声かけたりすることもできますので、特に釣り方がわからない人とかだったら簡単にスタッフにお声かけいただけてもいただけましたら、棚とか仕掛けの投げ方とかそういったことから教えることもできますの で、僕らもやっぱりスタッフ回ってる時とかでも貸し竿持ってる人だったら、この人はまだ初心者の方かなとか、慣れてないのが一目で分かりますので、気づいてもらいやすいという。そうだよね、釣り堀行ったことがなくていきなり道具を買って、やるよりも最初こういった貸し竿をレンタルしていただいた方が教えてもらいやすかったりとか、そういうメリットもありますので、貸し竿をお任せセットを、クーラーボックス持ってるかっていう方だったら貸し竿だけレンタルもありますので、そういった形で利用していただけましたら。わかりました、ありがとうございます。